さあやっていきましょう。スネークね。さあまずここはちょっとつ猛進。うますぎる。狙い通り。今のはマジで狙った。あの爆弾を所持しておくことによって DA の後付けを かき消してすぐにメテオに行けるようにするっていうね、もう思い描いた通りのスマブラができたわ今の。まあいうのをねとっさに瞬時に俺できちゃうからすごいよねって話やん。いやくっさしい、よだれてた。ミキ？ミキちゃん？女の子？これ最近結構女の子っぽい名前のやつ多いよね。まあ多分大体仲間なんだろうけど、でもねホムヒカはね結構なんか女の子の信憑性高いよね。結構女の子でスマブラやる子ってホムヒカとかカービィとかあとピカチュウとか使いがちだよね、俺のデータだと。他にもねこんなそのコース一番得意なんだ。まあ、他にも女の子このキャラ使いがちとか、私女だけどこのキャラ使ってるとかってあったらコメントで教えて。あっ出ちゃった最強技。おいこいつこの前俺のことボコボコにして煽り散らかしたやつだろ。みんな覚えてるこいつ。あやばいやばい、やめて、本当にやめろ。もうなんかこいつ煽ってこなくなったんだけど、どうしたお前、更生したのか。あの後お前誰かに成敗されたのか。何があった、更生したのか。お前更生したんならまず真っ先に名前変えろ。配送してすぐさまストック追いついていく。まあ、こいつが今更生してようがなんだろうが、俺はね前回こいつに煽り散らかされたって恨みがあるからね、普通にあの時の成敗させてもらうよ。はい回避分かってるよ。さあ42バタイ64パー逆転していく。はいワンダーキャッスルからの、あーはいはい、どうしたどうした。お前前回俺のこと煽ってるよな、忘れねえぞ俺。ああ、まあこれは大丈夫だ。俺は根に持つタイプだからよ、今煽られてなくてもてめえが煽った罪は消えねえんだよ。あーな、ゴキ捨ててきた、気持ち悪い動きすんなお前それ。あっもうさ、これ財布バカぶっ潰す。前回の恨みじゃ。あーやめて、よし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 、あーやめて、絶対にお前これ。即座却下されさせねえぞ。ここで俺が負けたらお前はまた煽り中になるかもしんない、だから絶対に俺がお前をぶっ潰すぞと。前回の恨みここで殺す。いやここじゃない、ここだ。そのコース一番得意なんだ。ノリさん対戦お願いします。ノリってやつ、名前のやつ友達にいるわ。よくね合コン誘ってくんだよねそいつで、この前もねちょっとそいつに誘われて合コン行ったんだけどね、3対3の合コンだったんだけど、なんか女の子3人が俺狙いみたいな感じになって、俺一人の無双状態みたいになっちゃって、すげえ他の2人に煙たがれてた。ノリ含めた あれ地獄だったな。まあ空気読んでちょっとお腹痛いわって帰ったんだけど、あそうだ、あと前回ねちょっとうますぎる。前回ちょっとあの動画でボコられすぎて俺もいっぱいいっぱいでね言えなかったんだけど、あの僕名前おっこつゆうたに変わりました。はい、これからねおっこつゆうたとしてやっていきたいと思います。なので僕のこと今までね チポクサシーとかねルプランスとかって呼んでた人は、これからあのおっこつゆうたって呼んでくださいね。そうじゃないとね自分のやってる行動に矛盾が生じてしまうんでね、お願いしますね。はい、ということで名前も変わってね、これから新章突入ということでエクスタシーやっていきたいと思っておりますよ。痛い、リカちゃん、このピンクの丸い球体をぶっ倒してくれ。はい、そう出して漏れ漏れ。おい誰だよ阿部玄太って。もうなりすます気ねえだろ、もうといて。コモドって阿部健太のなりすましとか偽物多すぎだろ。こいつに至っては名前ちげえし、コモドってやつらねえし、どんだけ人気なの。俺より偽物多いんじゃねえのこいつ。しかもなんかちょっと動きいいのが腹立つわ、ダッシュ反転空港とかしてるし。本家リスペクト、
ちょマジでこういうやつにだけは本当に負けたくねえ。うわっ、あ、何今の一回屈伸したの、どっちにすんのかはっきりしろや。こっちもリアクション取りづらいわ、その煽ってんのか煽ってないのか分かんない感じのやつ。まあ、とにかくお前は偽物のなりすましとして処刑するわ、俺の視聴者のなりすましの偽物として。あ、ちょっとやばいけど、とりあえずここ狩るよ。あー、ごめんなさい、やめてうわあ、ちょっと待てこれなしマジで、もう一回こう、マジでちょっとこいつはマジでぶっ潰さないといけない。このままこいつを勘違いさせとくわけにもいかないし、俺さっきミスったから負けただけだし、さっきのがいかにまぐれで勝てたかっていうことを分からせてる。こいつにはこいつはせいぜい2級相当の呪霊だよ。俺は特級呪術師乙骨雄太、こいつはここで俺が払うわ。痛い、はい、106% 対 8%、 ちょっと抑えてるように見えるじゃん。大丈夫、これ今わざとやられてるふりしてるだけだから。俺相手を上げるだけ上げといてどん底に叩き落とすタイプの呪術師だから、今こいつをわざと調子に乗らせて泳がせてる。でこいつが、え、俺強いんじゃねみたいな感じで最大限調子乗ったところで一気に叩き落とす、どん底に。そこで一気に払う闇を。あーやっちゃってるねー、調子乗っちゃってるね、まんまと。分かってんだよねー、そのレバガチャのタイミング。僕特級呪術師だから、お前は俺とかコモドット阿部健太にはなれないの。お前はただの偽物の呪いなの。俺は特級呪術師、コモドット阿部健太は1級呪霊くらい。あ、大丈夫、あ、大丈夫、これもね、またこのストック調子に乗らせるだけだから、まあもうこんくらいでいいか、そろそろ払うわ。君はコムドット阿部健太の足元にも及ばない。分かったかな。ちょっとね、さっきの試合だとね、いや、あの試合勝てたわぶっちゃけとかって思ってる愚か者の可能性があるから、わざと接戦にしたし、だからこの試合わざと接戦にしないで完膚なきまで叩きのめして力の差を分からせる。これが雷槍、こうやって決めるんだよ。分かったかな、虎杖君。さあ引き続き格の違い分からせていくよ。はい、おいしい。はい、これ前投げで、ここに回避してくる確率、みんな何パーセントだと思う。はい、ということで、まあ、今回こんなところですかね。まあちょっと今回はね、まさかのコムドット阿部健太の偽物が登場してね、まあそれを俺が払うといういい感じの構図ができてて、俺がいかにね特級呪術師であるかっていうことをみんなに分かってもらいたいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まだねチャンネル登録と高評価してない方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとね、概要欄から X と Instagram のフォローもできますので、そちらもぜひお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。エクスタシー。